ヒメイカイディッシーピアスペラーダキサスは、ごく小型のイカの一種。藻場に生息し、背中に吸着器があって藻などにくっつくことができる。別名にヒナイカがある。最小のイカと言われるが、種としては、この種が最小とは言い難い。それでも頭足類最小は、この種を含むヒメイカ属であり、本種は普通で 2cm 以下、小型の個体では 1cm をさらに下回る。 分類上も独特で、本種を含む属のみで一回一目を立てる説もある。背中の部分に吸着装置を持ち、それでもなどに張り付くのは本属に特有の特徴である。また本種は小型の甲殻類を食べるが、その際に口を餌の体内に挿入し、内部の実を食べる。藻場に生息する。体長2センチメートルほど、外頭膜部の長さは16ミリメートル。 体は防水型で、胴体の幅は長さの約半分ほど、外頭膜の先端はやや尖っている。ヒレは小さく、外頭膜先端よりやや後方につく。外頭膜の背中側には小板型に粘着細胞の集まった部分があり、この部分で他のものに付着することができる。8本の腕は短く、9番は2列で30個ほど。ただし、 オスでは大方腕が変形し、吸盤は4から7個だけ、気部のみにあり、右側には肉皮だが、左側の先端には半月型の膜を生じる。触腕はやや長く、吸盤が4列ある。触腕は特に広がっておらず、吸盤も腕のそれとほぼ同じである。体表に細かな反転が一面にあり、体色は黒か四色から青灰色まで変化させることができる。 このイカは世界最小のイカとされる。しかし、街頭膜長で見ると、同族のシャムヒメイカーイタイランデカスはオスで6.5ミ、mm、リメートル、メスでも12.1ミ、mm、リメートルとさらに小さい。この属のイカは最大でも3センチメートルほどにしかならず、まとめてイカを含む等速類最小と言える。ちなみに口実するように、ヒメイカでは季節によって、 成熟個体の大きさに差があり、最も小さいものでは、外頭膜の長さにして、メスでは7ミリメートル、オスでは4ミリメートルの成熟個体がいる。日本及び朝鮮半島、それに中国沿岸に分布する。日本における分布は三陸以南である。沿岸の浅い砂で一気にあるアマモなどの生育する場、いわゆるモバを生息域とする。アマモの葉に吸着して暮らし、 産卵も、アマモなどに一つずつくっつける。繁殖行動として、イカ類は、オスが、交接腕に製法を保持し、それを、メスの体内に挿入し、またその前には求愛行動が見られるものが多い。しかし本種では明確な求愛行動は見られず、メスが泳いでいる時でも付着している時でも、特に区別なく、まるで隙をつくようにオスが接近し、交接する。さらに、 オスはオスに対しても交接行動をとり、野外調査でもオスの10%は交接を受けていたという。卵は2列ないし3列にきれいに並べてくっつける。飼育下の観察では、メスは付着器でアマモの歯に付着した状態で、ロートから卵を生み出し、それをフレワンを含めた10本の腕で受け取り、それを歯にくっつける。この時、まず10本の腕で受け取った後、 第一から第三腕で基盤面をつかみ、2本の食腕に卵を持って基盤に押し付ける。2から3個の卵を産み付けると、メスは後ずさりして、次の産卵のスペースを確保する。また、産卵の際に、オスがやってきて降雪する。複数のオスがメスを取り囲んで、次々に降雪するのが観察され、しかし誘導詞で争う様子はなかったという。 降雪中もメスは産卵行動を続ける。これは飼育家だけでなく、海中でも観察された記録がある。なお、産卵中の降雪は、他のイカ類でも報告があるが、いずれもペアを作って、降雪産卵する種において、ペアを作れなかったオスによる、いわゆるスニーカーオスの行動であり、本種のように、複数個体間で降雪するものでの例は他には、記録がない。 一個体のメスが産卵する期間は時に1ヶ月を超え、小型個体では42回の産卵で896個、大型個体では36回産卵で2111個も産卵した例がある。これは、大型のイカに比べればはるかに少ないが、卵が1ミリメートル程度と本体に比べて大きいことから、その量は驚くべきものである。近年の本皮メーカーでは、 卵とそれに付随するゼリー物質の量を合わせると本体の体重の20倍に達するとの計算があり本種はこの種よりさらに多産である。なお、メスは最後の産卵の後は早い個体ではその日のうちに遅くとも2日以内に死亡する。卵は一つの卵嚢の,の中に1個の卵が含まれるもので基本的には高位化化のものと同じである。 乱納はほぼ楕円型で、薄い透明な層が8から10枚重なった膜で包まれる。産卵直後の乱納は、長径1.4から1.6ミ、mm、リメートル、短径1.2から1.4ミ、mm、リメートルで、発生が進むとやや大きくなる。発生は、一般的なエカのそれと大差ない。負荷は、室温で産卵後13から17日程度。 孵化直後の妖精の該当膜の長さは1.16から1 2 2トル、全長は2.30から2 4 4トル、卵黄はほとんど吸収し置いている。妖精が外洋のプランクトンとして発見されることがあり、その理由は不明である。普通のイカと同様に肉食性の捕食者であり、食腕を伸ばして獲物を捕らえる。飼育下では網や小型のエビをよく食べる。 特徴的な行動として、獲物を捕らえると背中の粘着装置で器物に張り付き、それから獲物を食べ始める。また、食べ終わった後に食べ残しを捨てるが、外骨格だけで、それがきれいに整っており、まるでドッピカクのように見える。これは口玉を獲物の体内に挿入し、内部だけを食べるためである。試験的にスジエビを餌に詳しく調べた例では、イカは必ずエビの背面。 それも、肺甲と腹部とのつなぎ目を狙い、それ以外の部分で捕らえた場合でも、その位置に口が来るように獲物を持ち帰る。獲物は、しばらくすると麻痺状態になる。これは、イカが毒を注入しているためと考えられる。また、その後に口玉が伸びて体内に入り、組織を食うのだが、顎板が動く様子は見られず、どうやら、消化液を注入し、溶けた部分を吸い上げる。 いわゆる体外消化をしている可能性がある。魚類も小さいものであれば捕食する。野外では、横エビ類を主な餌としている。周年調査では、秋から春先にかけて、大型個体が増え、それ以降秋までは、小型個体のみが見られる。しかし解剖すると、春の大型個体と夏の小型個体が性的に成熟しており、春から夏まで成長し、 小型で成熟する世代と、秋から越冬して、春まで成長し、大型になる世代と、年に2世代を繰り返すと考えられる。平行石の断面の調査から、個々の個体の寿命は150日程度である。本属には7種があり、外見はいずれもよく似ている。同族の他の種では、植案の吸盤列が、より少ないものが多い。 南アフリカ産の手広品メーカー愛マクロケアもフレワンに9盤を4列持つが、食案の幅が広くなっている点で区別できる。日本には他にアフリカ品メーカー愛バイセリアリーズがセット内海に分布するとも言われており、この種は食案の9盤が2列である。なお、本種は本品メーカーのアシュアイ、ピゴメイアスペラーダキサスとされたこともあるが、食案の9盤列数の違いなどもあって、 現在では別種とされている。現時点では利も害もない。ただ、本種は小型であるために小さい水槽で飼育可能で類外飼育もできる。以下は一般に飼育が難しく、その点で本種は貴重であり、モデル生物として利用できる可能性があるとの指摘がある。以下、記載は種として送ったに P90、岡田ほか、 P314、小林監修 P100 奥谷 P 二 P258 奥谷編長、P268 奥谷、P90、P 土屋他 P45、小林監修 P100 奥谷 P 二 P263 から264つかり P19、奥谷編長、P264 奥谷編長、P268 から270つかり P19、 夏つり P20 なつかり P22 から23土屋ほか P45 奥谷タニチョ P272 から273岡田滝ほか P39 奥谷タニチョ P268 奥谷タニチョ P270 奥谷タニチョ P258 奥谷 P90 奥谷 P92 なつかりもこれを取っているオクタニチョ p 七十七 ありがとうございます。